そうね。こういう時は出てきやがれ、こら！扉蹴って倒すぞ！じゃあ、どうせなら扉を蹴り倒して入りましょうよ。あの、とっさん、全体重かけねえでくださいよ。重いっすよ。あん、おめえは今は馬だろうが。馬は何？人間様の言葉喋ってんだ。貴賓語で喋れ、貴賓語で。ヒヒン、ヒヒヒン、ヒヒヒヒ、ヒヒヒヒヒ、ヒヒヒン、ヒン、ヒヒン、ヒヒン。ヒンヒン、うるせえぞ、馬。ヒンヒン。王様からのご伝言です。三番の人、馬に乗ってる人に肩車してもらいなさい、だってよ。え？三番って俺なんすけど。とっつぁん、いいんですか？いいも悪いもねえ。王様の命令は絶対だろうが。そんじゃ失礼して。ちょっと待って、とっつぁんの上に山崎まで乗ったら俺死ぬ、死んじゃうから。ヒヒンゴだ、ヒヒンゴ。ヒヒヒヒ。さらに王様からの伝言、四番の人、馬に足の匂いを嗅がせなさい、だそうです。ああ、俺が四番。ヒヒン。お妙さん。近藤さん、あなたこういう趣味の持ち主だったのね。こういうって何？ふんどし姿で馬乗りされて足の匂い嗅がされるのってどういう趣味にカテゴライズされてんの？ヒヒンゴ。ヒヒ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 。とにかく誤解ですと言ってるようですよ。また王様からの伝言です。なんか電話切らなきゃいけねえから解散しようって言ってます。やれやれ、ようやくお開きか。続きはまた後で、だそうです。まだやる気かよ。